ッチパッドっていうのはボタン付きの2つボタン、タモリックパッドじゃないものを用意したということで、これ僕散々言われてたんで、言われてたんで今回もう今回戸田さん仕様になってるから、はい、ほとんど半分冗談で半分冗談じゃなくて、これ戸田さんからいろいろ言われてなかなか具現ができてなかったことを今回ほとんど大体やったなっていうことですね。こんにちは、戸田悟です。ダイナブックからですね、とんでもないノートパソコンが出てきましたよ。ダイナブックの X83 チェンジャーというですね、新しいモバイルノートなんですけれども、なんとバッテリーが自分で交換できます。さらにサンダーボルトが3ポートついてる。このモデルめちゃくちゃすごいので、ぜひご注目ください。ダイナブックからですね、もうとんでもないモバイルノートが登場したんですよ。見た目何がとんでもないのかわからないので、これから詳しくもちろん紹介していきますが、ちょっと僕ですね、あまりにも素晴らしくて感動したので試作機を急遽お借りしてきました。ダイナブック X83 チェンジャーというねモデルなんですけれども、チェンジャーという名前何か、バッテリーが交換できるんですよ、自分で、ユーザーがですね。まあ、それがポイントなんですが、他にもですね素晴らしい点がいろいろありまして、これねちょっとかなり久々に見た画期的なモバイルノートだなというふうに思っております。って思う方結構多いと思うんですよ。なのでぜひご覧ください。ただですね、今回の発表はいわゆる企業向けのモデルとなっておりまして、個人向けもですね、この後予定があるということで、まあおそらく普通に考えて冬か来年の春には出ると思うんですが、まあ僕の予想では今年の冬ぐらいには出るんじゃないかと思ってますけれども、まあね、先立ってチェックしていただければと思います。はい、で今回のですねこの X83 チェンジャーなんですけれども、まあ、ちょっと以下省略して X83 と呼びますけれども、構成がいろいろあるんですが、まあ、基本的にはご覧いただければ分かるようにコンパクトなモバイルノートなんですね。ディスプレイサイズは 13.3 インチです。でポイントは16対10なんですよ、ね、かゆいところちゃんと押さえてますけれども、すごいのはこれからなんですが、まずはねやっぱり気になる重量をちょっと測ってみます。重量はですね、もちろんまだ試作機なので参考値ですけれども、キッチンスケールでね、こちらも参考なんですが測ってみましょう。はい、 899g となってますが、基本的にはですね重量2パターンありまして、軽量重視の構成だと約 800g で、高速長時間駆動のモデルは約 950g というふうになってます。構成がいろいろあるので変わっていきますが、まあ一言で言うと非常に軽い 13.3 インチのモバイルノートですね。ただ最軽量というわけではありません。一番軽いわけではありません。でも十分余裕で持ち歩ける軽さに加えて、バッテリーの交換ができるとかですね、いろいろなポイントがあるわけです。はい、ボディはですねマグネシウム製です。もちろんね軽さを追求していると。でダイナブック昔からマグネシウムのねパソコンをずっと開発し続けているので得意とするところですよね。でポイントはですね、これカラーはですね R シリーズに近い、まあ、紺色なんですけれども、このね角の R が非常に美しく完成度の高いデザインだなというふうに思いました。でこれですねメッキ調が最近流行ってるんですが、ちょっと色を抑えてますね。キラッキラしてません。ここだけ、他のね金属がはまってるような感じ、もちろん立体的ですよ。映像だとちょっとわからないと思うんですが、デコボコしてます。立体的に他の金属がはまってるようなですね、ちょっと彫刻っぽい、衣装のロゴをですねはめています。さらにですねこれも非常に剛性感があって、軽量の割にはしっかりしてます。真ん中押すと若干たわみますけども、もう気になるほどではないですよね。しっかりしてます。でいわゆる堅牢性はこれまでのモデルと同様に確保されてますから、持ち歩いてもですね、壊れてしまうという心配は非常にね、少ないと思います。とにかくこのね角あたり触るとめちゃめちゃしっかりしています。それでは今からですねバッテリー交換の方法を紹介していきたいと思いますが、ここにですねネジが2個あります。これね普通のこういうもう家庭にある大きなサイズの十字型のね、プラスのドライバーで、はい、簡単に回して交換ができます。でこのネジなんですけど、目いっぱい緩めるとこう抵抗がなくなるというか、スルスル回るようになります。この状態で OK なんです。実はこれネジなくさないように外れちゃわない仕組みを採用してます。だからネジこうついたまま抵抗がなくなったら、ここを持ってですねちょっと手前に引っ張ると、はい、このように外れます。でここにバッテリーが入ってるわけですよ。でこのバッテリーの交換も簡単で、ここにねロックとアンロックの機構がありますから、これでアンロックしながらこっちで持ち上げるだけです。めちゃめちゃ簡単。こ
これでバッテリーがユーザーが自分で交換できます。で新しいバッテリーを手に入れたらここにね、パチンと入れてあげる。もうこれだけです。あとはこのねパネルをもう元に締めればいいんですが、これねこれ僕もね買って持って感動してるぐらい軽いんですが、これね 0.3 ミリぐらいのマグネシウムだと思うんですが、めちゃめちゃ軽いです。ちょっとね参考までに重量を測ってみましょう。はい、ではちょっと参考ですけれどもね測ってみますよ。 32g、 めっちゃ軽いです。本当に軽いですよ。びっくりするほどやっぱりこれぐらいの開発をしてるわけですよね。裏面見ると分かりますけど、軽いだけじゃなくてちゃんとですねこれ樹脂のねパーツがこのエッジの部分に全部ついていて、でねネジの力がかかるところはちゃんと補強等もされてるんですよ。まあよくできてますよね。よくここまで作ったなという感じでございます。はい、ということでネジをですねもう一回締めればこれでねバッテリーの交換が終了です。これまでですねバッテリーのこういう薄型のモバイルノートってバッテリーが内部に内蔵されていたので交換するのに修理に出さなきゃいけなかったんですよ。まあもちろんね自分で交換できるレッツノートみたいな機種もありましたが、他のねこういう薄型のモバイルノートは全部修理で交換でした。そうするとですね、まあ、2日から3日中には1週間ぐらい仕事が止まるわけですよ。で代替の機種を借りたとしても設定とか面倒じゃないですか。でこれならですねいわゆるその IT 部門の人が変えてもいいし、ユーザーも自分で変えることもできますよね。非常にですねここはねよく気が利いているなと思いました。はい、でちなみにバッテリーはですね、いわゆる小と大があってですね容量が違う2つの製品がありますね。容量が少ない方は、カタログ値で12時間駆動、容量の多い方は24時間駆動となります。ちなみに本体重量も軽い方がだから12時間駆動、重い方が24時間駆動で、本体重量はまだ実は固まってないんですが 800g 程度が軽いモデル、800切りそうっていうお話でしたけどね。で 950g 程度が重い方と、ただね両方とももっと軽くできそうっていう話をしていたのでめちゃくちゃ楽しみですね。でもう一個ポイントがあります。はい、ここにですね2つここも実はユーザーが外せるんですね。でこう何があるかっていうと、この2つの下にファンが2個入ってるんですよ。大きいファンと小さいファン。ちなみにファンが2個あるのはもちろん冷却効果を高めるためなんですが、サイズを変えたりね回転数を変えることによって共振を防いで音を静かにするという効果もあるんですけどね。でそのファンの部分のこのねダストクリーニング機構っていうのを外すことで吸っちゃったホコリをですねきれいにできるんですね。掃除機とかでここがね汚れてきた時にきれいに掃除ができるんですよ。これもなかなか気が利いてますね。はい、でまた付け直しましたけれども、これバッテリーの交換とかこのダストクリーニング両方とも専用のツールがあってですね、そろそろ掃除した方がいいよとかそろそろ変えた方がいいよとこういうふうに分かるようになっております。今回はですねベンチマーク取れません、あの試作機なのでね、でもスペックとしてはですね CPU は13世代の Core i7 と Core i5 P プロセッサーですね、さらに U プロセッサーの組み合わせもあります。そこはですねいろいろと選択してオーダーしたり選べるという形になってます。パフォーマンス的にはもう十分だと思いますけれども、ポイントがですね実はダイナブック独自のですねエンパワーテクノロジーって、さっきねファンが2個あるって話をしたけどそれなんですよ。とにかく放熱それから冷却技術がですねとても優れているので、高度実装技術もそれに含まれると思うんですけれども、放熱と冷却がとても優れているのでだれにくいんですよ。だからベンチマークを取ってもですね性能はかなり発揮できると思います。これはねベンチマークが取れる機材を、後日ね多分秋ぐらいになっちゃうかと思うんですけれども借りられるようになったらですねまたチェックしていきたいなと思ってますが、どちらにしろパフォーマンスは文句なしで、予算やね使い方に合わせて P プロセッサーと U プロセッサーが選べるわけです。はい、それでは拡張性をチェックしていきましょう。今ですね向かって左側ですね、でこちらにはですねサンダーボルト4、サンダーボルト4、USB4 も一緒ですけれども、それから HDMI とタイプ A があります。ですよね。では逆見ましょうか。はい、で今度は向かって右側面なんですけどね、ここにはですねマイクロ SD カードスロットにイヤホン、ヘッドホンの端子、タイプ A、 それからサンダーボルト4、有線 LAN 端子とあるんですが、これサンダーボルト4が合計3個あるんですよ。しかも左右に振り分けられてます。僕ねこんなモデル初めて見ました。多分ねまだないと思いますね他には。
薄型のノートパソコンでタイプ C 端子が3つついてて左右に振り分けられてる、しかもそれがサンダーボルト4イコール USB4 ですけれども、これはすごいですね。これはとんでもないです。やっぱり必要だから開発したって言うんですけど、まあちょっとね、僕思わず膝を打ちました。これね、左右に分かれてることでどっち側にもここから充電しますからね、充電というか給電しますから、左右に分かれてることで左右どちら側にも、いわゆる AC アダプター充電器をつけられるわけですよ。これケーブルのね、取り回しがいい方につけられる。で、1個つけても2個余るわけですよ。これはね、本当に使い勝手がいいし、これからはね、3個っていうのが1つのポイントになってくるんじゃないかなと思ってます。素晴らしいですね。これね、まあ、以前ね、他のメーカーでも聞いたことあるんですけど、3個にするのはめちゃくちゃハードルが高いと。要するに内部の基板の設計から全部変更が必要だということで、ちょっと内部ね、今回スケルトンモデルとかもね、撮影してますので、ちょっとそれもね、ご覧いただこうと思いますけれども。このダストクリーニング、2つ取れまして、2つ取れますと、ここのホコリの部分はですね、掃除機で吸っていただくっていうような。これは自分でやっていい？あ、やっていいにしてます。なるほど。はい。で、ファンも見ていただきたいんですけど、ファンも大きさ、先ほど申しました、大きさ違い。で、ここの隙間がこれだけ今、なんていうんだっけ、フィンの隙間がこれだけな、はいはい、こういう加工技術って昔はなくてですね、今これだけ、羽の枚数を G83 から倍にして、音を、同じか以下にしてるんですよ。っていうことは回転数が少なくて同じ風量いくから、音が静かになるんです。そうです。はい、羽の角度ですね、ほんのちょっとらしいんですけど、羽の角度も変えてるってことで、はい、あの静音性を高めてるということです。で、さらにですね、ここ有線 LAN 端子も注目していただきたいんですが、このね、有線 LAN のいわゆるこのノッチの部分が上になってるんですよ。これね、下にすることで本体はコンマス2mm薄くできるんですけど、これね、おなじみのことなんですが、逆にした方が使いやすいということで逆にしてますよね。あと持ち歩くときにセーターとかが引っかからないって言うんですよ。で、まあね、そんな声はごく少ないけれども、それも気にしましたと言ってましたけれども、まあすごい設計ですよね。素晴らしいなと思っております。キーボードにも注目していきましょう。キーボードですね、まあ、配列普通ですよね。今までのダイナブックのモバイルノートと近いキーボードなんですが、実はですね、これね、 1.5mm ストローク、これもね、従来モデルと一緒なんですが、なんと驚いたことに2ミリストロークも用意してるというじゃないですか。これはね、本当に心底驚きました。最近モバイルノートのキーボードのね、キーストロークがどんどん浅くなって打ちづらくなってるんですけれども、2ミリストロークも選べる。浅いのがいいっていう人は 1.5 選べるし、深いのがいいという僕みたいな人は2ミリ選べるんですよ。まあね、ダイナブックの方が冗談めかしてね、戸田さんが言ってる機能全部叶えましたっておっしゃっていただきましたけど、本当に素晴らしいと思います。ただ、2ミリ組み込んだモデルはないので、2ミリストロークどんなものかをちょっと見せていただいたので、そちらもご覧いただきましょう。これ2ミリのキーボードは最高です。非常にメリハリがある打ち心地で、スピード上がると思います。はい、でさらにですね、タッチパッドもようやく左右のクリックボタン入れてくれたということで、ここもですね、僕の希望が叶ってますよね。素晴らしいですね。でちなみにこちら電源ボタンは指紋センサー一体式となってますし、あと顔認証もね、搭載しています。以上、ダイナブック X83 チェンジャー紹介してきましたけど、いかがでしたでしょうか。まだですね、法人向けのモデルということで個人ではね、購入できないんですけれども、これ個人モデルも出てきて出揃うのが楽しみですよね。で、これ企業としてもこのモデル僕はめちゃくちゃおすすめです。バッテリー交換時の仕事が止まらないだけでもですね、価値は非常に高いと思いますし、サンダーボルトが3個、キーストロークも2ミリが選べるとか、もうとんでもないですね。これね、ただね、これ開発の方もおっしゃってましたけども、今回取材をしたんですが、いや新しいことはないですよと。確かにそうなんですね。なんなら先祖戻りしてるわけですよ。バッテリー交換できる、キーストローク深い、ね、タッチパッドの左右クリックボタンがある。先祖戻りしてるわけですよ。要するに以前使いやすかった機能を元に戻してるわけですね。ただそこでポイントがやっぱり 800g とか 900g でその製品が使えるってことですよ。軽く作ろうと思ったらバッテリーの交換なんか入れなければいいしね。という話じゃないですか。サンダーボルトも2個の方が軽く安くできるわけですよ。そこも妥協しないという姿勢はですね、非常に僕は今回感銘を受けまして、
超高評価したいと思います。もちろんこのモデル、ベンチマークが取れる製品ですとか個人向けが出てきたらですね、再度レビューしたいと思ってます。でまだですね、実は価格もあまりよく分かってないので、ちょっと点数つけづらいんですけれども、仮につけておこうと思います。ちなみに価格は当然ライバルと競争力のあるぐらいの価格ですよということでしたから、まあね、めちゃくちゃ高いということもめちゃくちゃ安いということもないとは思います。ということで僕の今回の評価は仮ですけど90点つけたいと思います。久々超高評価90点台出ましたけれども、まあ納得だと皆さんね思うと思うんですけれども、しかもね選べるのがいいですよね。そのキーストロークもね 1.5 と2が選べる、これいいじゃないですか。バッテリーもね、容量も選べる、これも素晴らしいですね。ということで久々ちょっと感動した、ダイナブック X83 チェンジャー紹介しました。以上、ダイナブック X83 チェンジャー紹介しました。いかがでしたでしょうか。まだですね、法人向けモデルなんですけれども、これね、個人向けも発売される予定なので、登場が楽しみで待ち遠しいですね。ということで、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。なおですね、メンバーシップもスタートしております。このメンバーシップに加入していただきますと、戸田サトルファンクラブに無料でご招待します。この戸田サトルファンクラブでは、毎月僕がレビューした製品の中から一部をですね、抽選でプレゼントしております。月によって変わりますけれども、ミニ PC やね、キーボード、充電器、プロジェクター、いろいろな製品を毎月ね、プレゼントしておりますので、ぜひご応募いただければと思います。すごい当たりやすい月とかね、製品もありますので、選ぶのも楽しいかと思っております。よろしくお願いします。